って我々は普通に考えてるけど、ものすごくなんです、実は。ここが立ってるでしょ。わずかに風吹いたら、もう倒れそうで、パッとこっちに戻すという機能がいるわけでしょ。だから、もうそれよりもっと難しいのはあることですよ。この間、東京元都知事の石原さんなんかもう、よぼよぼ歩くでしょ。こんなんでしょ。脳機能が低下してるんです。脳機能が低下してるから、もうしっかり歩けないんですよ。だからそれ焦げないように歩こう思ったら、もうよぼよぼした形でしか歩けない。だから現代科学の粋を使ったロボットでも二足歩行はまともにできません。できてもこんな、こんな歩き方しかできないんですよ。それぐらいこの信号を取ってバランスを取るいうことは難しいことなんです。ですから以前ちゃんと歩けたのに歩幅が狭なってきたなとか、ちょっとこうなんかちょっとふらつくなとかいうパターンは脳がやられてきたんちゃうかなと思った方がいいです。だから押されないように力入れてくださいね。1、2、3、こけたよね。はい、足十分開いてください。はい、力入れて1、2、3。これこけないですよね。こけないですよね。これでね、持ってください。はい、もう一回こうやって2つこうやって持って、何しとるかいうところ本やと思ってください。ちょっと本がないんで。二宮金次郎です。はい、力入れて、はい、1、2、3。もうこけませんよね。あんたスマホ持ってるはるか。スマホや。これ持って。はい、これ持ちますよね。私指ですよ。簡単に落とすの。わかる。簡単にこけない。指一本でこけちゃうんですよ。はい、ありがとう。ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。これは何かというと、携帯電話の電磁波が脳血流を下げてしまってるんです。だから言うでしょ、スマホをつけとったら脳腫瘍になると思って、それ本当なんです。うん、それから何ちゅうの、電車のホームから落ちる事故、人身事故増えとるでしょ。携帯電話出てからでしょ。携帯電話出る前はね、昔国電と言われた時代とかさ、あの時ってさ、すごいラッシュやったんやで。ホームに人があふれんばかり人が来て、電車来ても乗らないから資料差がかりなんか押しとって、それで押して通勤してた。それでも落ちなかった。今そんな混んでないでしょ。でも落ちるんよ。命が惜しかったら電車待っとってやらんこと。これやってて後ろから誰かちょっとでポンと当たったらもうズデン。ほんで人身事故を起こしたら自殺やで。自殺したということにされて、それで遺族にすごい損害賠償が鉄道会社から来るんよ。もう生きとったら自分のとこ来ますからね。だから絶対に携帯電話を開けてホームのところに並ばないこと。危ない、死にたくない。それからこけるからじいちゃんばあちゃんに持たせたらダメ。じいちゃんばあちゃんすぐこけるから、こけたら寝たきりになると思わなかった。じいちゃんばあちゃん持つときは必ず座って座ってやってください。